お笑いコンビのカウカウが27日までに公式 X、旧 Twitter を更新し、鉄板持ちネタの当たり前体操を自らパロった東京都知事選7月7日投開票での期日前投票を呼びかけた替え歌動画を投稿し、SNS で話題になっている。7月7日東京都知事選挙に行けない方はこちら、と投稿された X には、あの、当たり前体操の音楽に合わせて、期日前、期日前、期日前投票、投票日に行けなかったら、行く。期日前投票、という、何とも言えないオチの歌声と、前詩、49、と多田健二、49、が、白いポロシャツと黒いズボン姿でゆるい調子で踊る様子が流れる。その上で、多田が、その一票が、日本を変えるよ、とつぶやき、二人が画面から退場するという26秒の短い動画だ。今回の都知事選イメージキャラクターは俳優の志尊淳が務めているが、多くの人の耳に馴染んだ、当たり前体操の音楽に合わせた期日前投票の呼びかけに、SNS では、これはいい告知。これは行く人増えるな、カウカウ今も昔も汗ない面白さを笑いあまり見ない家族も知ってました。好きだなぁ、素晴らしい、バズりそう、これがきっかけで行く人増えるといいね。など、好意的なコメントが相次いでいる。前回2020年の都知事選の投票率は、